皆さんこんにちは。ゆかチャンネルのゆかとすみちゃんです。ゆかさん夫婦です。今日は何について話をしていきますか？ごめんね、これ今日は言うのね、日本の女の子が韓国語が下手くて、下手くそすぎて韓国でできた事件です。かわいいね。これは強敵だな。最初、その韓国語できなかった時にちょっとした間違いで起こっちゃったハプニングについて今日は話していこうと思います。はい。ゆかが韓国来てばかり時、ほぼあの韓国語はこんなに上手くない時、はい、今もうすごいスンスンスンけどね。一つ目、はい、一応こちらがソウルで住んだ時ですね。いつもなんか私結構その時仕事で忙しくて、ゆかがちょっと待つのがちょっと多かったよな、で、あのまあ私のとこの周りに待ち合わせしようって言って、あ、ほな寒いからどっか入ってねって言ったの。ほな分かったって、ゆかがほなそこに入るから来てねって言って、で、あ、分かった、そこってどこって聞いたら、なんかあのここね、あのトーストレスジョースっていうの。あ、トーストレスジョース、オッケーオッケー。なんかあの指輪とか買うとこかなと思って、なんかでもそのとこにトーストレスジョースってあったんだっけと思ってね。で行ったの、で行ってすごい探したの。でもないの、トーストレスジョースが。でなんか、いやいやいや、そんななんか銀行の隣あるじゃん。いやいや、銀行隣トーストジョース別にないけどと思ってさ。でゆかすごい早く来いよ、なんでこんな遅いの。いやいや、ないない、私もうない、ここじゃないと思う、私どこって言ってトーストレスジョースって言ってんね、言ってんね。で、ゆかがちょっと待って、出るからね、あったら本当にしばくぞって感じでゆかバーって出てきてここだよ、ここって言って見たらズレ汁でした。わかるの、日本の人どうかな、トレジュールってここにも書いとくね。はい、あの、まあ、そういうカフェが、カフェじゃない、パン屋さんだ。めっちゃ有名なんだけどね、なんか初めて来たの、トースレスジョース、チェーン店のパン屋さんがあるんだけど、はい、有名な日本のパン屋さん何ある？なんだろう、わかんない、有名なパン屋さん、はい、まあとりあえず有名なチェーン店のパン屋さんで、でその読み方わかんなかったの、韓国語の読み方っていうか、カフェの、これは強敵だな、パン屋さんの読み方がわかんなくて、とりあえずあのアルファベットで書いてあるから、読んだの、忠実に Tours is yours って読んだの。そしたら全然違った、トレジュールだって、トレジュール、それあのフランス語な、あなたフランス語最近勉強してんだろ。いや、その時知らんし、何、とりあえずそれで間違っちゃったっていう、まあそれはなんか韓国語じゃないけど、でもあの韓国の人だったらトレジュールって言ったら分かるんでしょ、分かるね。私は分かんなかったの、だから間違っちゃった。でもなんで、いやいや、まあいいんだけど、外人だから理解するけど、なんなそんな自信は、その堂々なのぼや。どうしてそうしたの、ほら、なんでこいつながら来たんよ、なんであれでトレジュールがあるの、腹立つわーって感じで、なんか早く来いよ、何で何で待てんのって、どれが出るわーってやったら、どうしてそんなわけしかなかったよ。やめり、はい。まあ、だからそういうね、ちょっとした間違いをしちゃいました。結構間違ったけどね。じゃあ、2個目、これか、これもチョノドンですね。思い出の土地のチョノドンっていうところにうちら住んでたんだけど、はい、そこで、まあ、今日はなんかステーキとか、なんかそういうこうちょっとビュッフェみたいなのを食べたいねってことになって、ちょうどエシュリーっていうそういうビュッフェのお店があるんですけど、これもチェーン店ね、はい、でそこに行ってご飯食べたんだよね。そうだね、でご飯食べて、ああよかったねって、まあ、たまにこういうのも良いねって言って、はい、会計するでしょ。でその時に、あ、私が手にしてカードもらって、カードやって、あ、お客様マイレージありますか、あ、もしかしてと思って、これ足穴いけるかも。ああまあまあまあね。それで、え、足穴もいけるんですかって言って、足穴だったらあるけどって、私店員さんですね。足穴あ、え、お客様
違いますみたいな。ここじゃないます、違います。エシュリーのマイレージってだからポイントカードってことよね、うんうんうん、あマイレージはありますかってことだったの。でもマイレージって言うからさ、そりゃちょっと足穴が頭に浮かんだわけよ。足穴いけるのかなって。なんか例えばさ、たまにマートとかでいけるじゃん。それは最近じゃん。何たまに。それ4年前でしたもんね。そうだから。あと自信あるのが腹立つ。マイレージありますかって言ったら、足穴できますか？できませんか？できますよねって感じで。そういう感じだよ、なんか。私後ろでずっと見てたけどね、うん、すごかった。そうすごい、あうわついに足穴がいける、なんか食事するとかあるんだって思って、マイレージ超嬉しかった。まあまあわかるけど、理解するやろ、うん、皆さんもだからアイシュリーに行ってマイレージって言われても足穴のカードを出さないでください。はい。はい、うん、3つ目、3つ目、でも分かるかな、なんか、ね、一応韓国語でちゃんと上に置いといて、置いといて、ちゃんと上に、あ、置いといてって言ったら一応韓国人はと置いといてって言葉はちゃんと整理して、うん、ちゃんと綺麗にやって、うん、置いといてって感じの気持ちが多いの、仕事だから、うんうん、ならうちら前化粧品やった時、あ、上にちゃんとやっといてっていうの、うん、まあ、それはあのお客さんいっぱい買ったものとか、うん、そういう領収書とかちゃんと片付いて、うん、全部一個の箱で入れて、うん、それが韓国語で上ちゃらどって、うんうんうん、でそれを私のなんか仲間の一人が床に言ったんです、うん、その上司が、そうそうそう、うん、お化粧品の会社に勤めてたのね、二人とも、私とその上司が二人だったんだよね、その時にお店の中で。で、私がいない時ですね、うん、でもちろん2人付き合うの分かってる上司で、うんうんうん、その上司が上司じゃない上司上司、その上司がまあいつもゆかがすごい韓国語そんな上手くない時いつもなんか、うん、うわまたゆかにやられたって感じでいつも私来たら言うんですね。でも私可愛いもんじゃんって言って、でも可愛いもん、その仕事行ったらずんちゃん大変だったよこいつ、うわもう無理だって言って、なんすかまたゆかだよって言って、え、ゆかがなんかまたしたんですかって言って、いやもうほんとびっくりするわって言って、いやなんすかって聞いたら、あのいやまあ私ねちゃんとお客さんがいっぱいあったし、その領収書が長いからその整理してちゃんと上に置いといてって言ったの。ほんでゆかは本当にそのままちゃんと綺麗に置いといて、それで終わりだったの。まあ本当にその言葉だけ、ちゃんと綺麗にこういう角度、そのケースのとこの3とこだけちゃんと置いといて、本当に真面目にちゃんと置いといて下に来た。ねえ。そう、忠実の、チャルナードっていうから、チャルナードってな、で、その時私、チャルナードってなんだっけと思って。なんかちゃんと置いてってことだから、そうかそうか、なんか結構気にする人だと思って、すごい角とかめっちゃ気にしてすごい綺麗に置いたんだよね。本当にその真ん中で真ん中で領収書も真ん中真ん中で本当綺麗かったので、ほれ見てこれ、え、なんすか、あ、綺麗ですね、角度的に。いやこれゆかだよ、本当もう無理すぎちゃん、俺やめるって言ってゆかのせいで面白かった。まあ可愛いもんでした。それで。ありがとうございます。まあ、はい、その時ちょっと難しいなって思った韓国語。みんなも気をつけてください。そうです。なんか韓国語は一言の中にいろんな意味が。そう、いろんな意味があったりするから、まあよくあるよ。はい。はい。最後4つ目。4つ目。そうですね。これは私の黒歴史、貧欲さ。うん。でもある、うん、あのアフリカ TV の時代の話なんですけど。はい。あのインターネット番組っていうのがあって、でそれであの個人の番組をやってた時があって、でその時に結構その時すごい人気ではないけど、あのたくさんの人が見ててくれたんですよね、はい、である日チェジュのチュンムンっていう海の方に行って、であのチェジュ島を紹介する番組をやってたんですよ。というかその前にちょっとすんちゃんがよく言う言葉を意味は分かんないけどなんかこう真似して
ったことがあったのね、うん、すんちゃんが使ってる言葉をあこれ意味かなって思って、ね、そうあなんかカジュアルな言葉なんだろうなって思ってちょっとニュアンスだけで分かったふりして使ってたことがあって、でその番組の時も同じ感じで海岸線歩いててサンダル革のサンダル履いてたんですけど、その番組やってた時にたまたま海水が私のサンダルにファってこうかかったの。それであこれやばって思って、だってその革のサンダルは濡れちゃいけないものだったから濡れちゃったって思って、その濡れちゃったのそのやばいっていう気持ちをあの私はそうだね出たって言っちゃったの。ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。違う、え、そうだよってねって、あーっねって言っちゃって、でそれその前にすんちゃんが出たとかてんねっていうのを言ってたのを聞いてて、あ、まあなんかやばいとか、そう、あの、ば教えてないからね、うん、そう、やばいっていう意味だと思って、でなんか軽い気持ちでそれてんねって番組やってるのに使っちゃったわけそしたらなんかいきなり注目動画みたいな感じで多分ピックアップされちゃって、すごい視聴者がその時にわーって増えたんだよね、まあ、増えて、ね、でしかもその時てんねって言った後にシーンってなっちゃったの、そのコメント欄っていうかチャットとする欄があるんだけど、そうそう、なんかバーっていつもバーって書いてあるのに、だからでねって言った時とえ何でね、なんとかなんな、モデンね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 って言って 生放送なのに、そう生放送なのに、だから日本だとタブー用語っていうのかな、番組では言っちゃいけない、いやダメでしょ、タブー用語を言っちゃったわけ、私が分からず、それですごい炎上まではいかないけど、なんてなんてってなっちゃったんだよね、みんな。みんな、え？ゆかさんが、すんちゃんのせいだよ。ゆか、私もその時ちょっと見てたんですね。で、うん、私はそれ、ねって言った時、あ、本当に、た。アフリカの時代はもう終わった。今日で。さよなら。そう、あの時見ててくれた人、今も見てたら嬉しいね。そうだね。ね、そうそうそう。もしその事件を知ってる人もいたら。レジェンドでした、あの時は本当に。はい。もう本当になんか、で、メインページでね。そう。で、しかもそのチャットの中で教えてもらったの、意味を。なんか、っねっていう言葉の意味わかんなくて、それ、そういうことだよって言われて。はい、そんな感じでした。はい。そんな感じの韓国語がわからずしてしまった失敗談。可愛かったんです。韓国でここまで来て。ここまで来て。本当に。だから、言語はきっと失敗しながら覚えるものだと思います。でもまあ、そうだね。こうやって。こうやって。私もいっぱいあるからね。そう、そうそう。すんちゃんもちょいちょいいろいろあるから、皆さんも言語を学ぶときは恐れずに失敗しながら頑張ってください。はい、まあ、いいんです。言うても大丈夫。うん、そうそう。うん、大丈夫。それでは、でも、ね、わかんない。それでは今日も最後まで見ていただいてありがとうございました、うん、楽しんでいただけたら嬉しいです。インスタグラムとツイッターとチャンネル登録をよろしくお願いします。お願いします。あと、一つちょっとお知らせなんですけど、ドリッターっていう遊ぶとこ、そう、韓国情報シェアサイトがあるんですけど、そこで私たちの動画も見れます、はい、なのでリンクを概要欄に載せておこうと思います、まあ、いろんな動画とか情報とか見てみてください。はい、はい、それでは次の動画で会いましょう。バイバーイ、アンニョン。